日本共産党の国田圭司です。いわゆる箇所付けの内需問題について最初に質問します。今回のいわゆる箇所付け問題は、箇所付けすなわち最終確定額に至る経過の資料を国会に提出せず、つまり国民にはオープンにしないで民主党だけに当初渡したと。で、利益誘導してくださいということかと疑問しせざるを得なかったやり方でありました。馬淵副大臣、そして前原大臣のこのやり方はこれまでの主張とは違うと、まさに不透明化を助長するような行為だったと。ここが核心だと思うんですね。そこで道路などの公共事業のいわゆる箇所付け問題に関して政府の見解を確認したいと。馬淵国土交通副大臣と前原大臣に聞きます。馬淵副大臣は10年度予算編成作業を進めていた昨年末、数回にわたって国会の審議に資する形で一定程度予算をつける箇所を表示したいという趣旨の発言をしております。今国会の審議で民主党に資料を渡したことが問題になった後も8日の記者会見で予算審議前までに仮配分のような形ででもご提示できれば私は理想的だと個人的には考えている。私どもが少なくとも目指そうとしていることは何か政治的なもので動かされることのないような分かりやすい仕組みだ、そういう仕組みを決意を持って取り組んでおりますと述べています。で、前原大臣も不透明さとかあるいは何らかの恣意的なものが入るんではないかと思われないような透明度を上げた最終的には箇所付けというものをプロセスしていきたいと述べています。この考え方の基本は何か、このことについてお二人がまず明らかにしていただきたいと思います。国土交通副大臣馬淵澄夫君。国対委員にお答えさせていただきます。このいわゆる箇所付けと今お話をされましたが、ご案内のように私も昨年まで予算委員会の委員として、透明性を高めること、これは常に私も主張してまいりました。とりわけですね、昨年の予算委員会におきましてはその個別箇所の事業評価、この結果がですね新年度の予算に反映されるようにすべきであると、このことは強く主張してまいったつもりであります。そのためでこの新政権になりまして国会審議の予算審議特別に資するようにということで直轄事業の事業評価につきましてはこの評価結果を時期をですね大幅に前倒ししましてこの1月の末2月1日にですね継続事業も含む対象事業すべてをこれをですね個別箇所一覧表という形で作成公表するなど前原大臣のリーダーシップのもと透明化に資する取り組みを行ってまいりました。しかし一方でですねこの予算の審議に当たる中でいわゆる箇所付けというものについては当然ながらこの国会の審議で議論をしようとしても決定していないわけですから難しいことであるという認識は私も昨年の予算委員会の質疑の中で述べております。今般新政権となりまして前原大臣のご指示のもとですね取り組んでいく中でなんとか地方自治体の皆さん方のその事業を負担していただくお声を聞くという中のその説明過程の中で分かりやすい形で提示することはできないか、このことを真摯に取り組んでまいりました。昨年の11月には実施計画という事業計画という形で公表もさせていただいた、こういう意思のもとで進めてきたことではありますが今回当然自治体のご事情もある進捗状況やあるいは用地買収あるいは事業の困難度こういったこともあることから自治体への丁寧な説明が必要であるという判断のもとに私どもとしては仮配分という形で国会に資するという形よりも以前に自治体へのご説明をさせていただくとこうさせていただいたわけであります。そしてその直前に党からの求めに応じて途中経過でございますが取りまとめているものについてこれはご説明を申し上げたという経過でございます。従いまして昨年来より主張しておりました透明化を高めるというこの思いについては何ら変わるものではないということだけは申し上げたいというふうに思います。以上でした。国土交通大臣前原誠司君。
馬淵副大臣と重複しないように、お話をしますが、我々はできるだけ透明性、客観性を維持した、予算審議をしていただきたいと思っておりました。そういう意味で11月に事業計画を、公表し、そして2月1日に、事業評価、こういったものも出させていただいたわけであります。その中で党に、お見せをしたものが自治体に流れるということは想定外でありまして、これは極めて遺憾なことでありまして、これは私は深く反省しなくてはいけないというふうに思っております。先ほど副委員にもお答えしました。またちょっとそのワーディングが間違っているところがあったので修正をする形でお答えしますと、今年に限ってはですね、維持管理費の一部について負担金を残そうということになりました。でその結果、維持管理費分が廃止されるという前提で事業計画を出していたものが、一部についてはこれを残るということになりましたので、その金額は国土交通省の道路分で460億円、そして、維持管理費の削減を合わせまして500円以上が逆に事業計画から増える形となりました。それが、仮配分の中で何か増えたとかそういうふうに言われているわけでありまして、これはまさに今年のみの特別な事情でありまして、事業計画をお示しをし、そして事業評価をお示しをする中できっちりとした透明性や客観性を確保した予算審議をしていただけるんじゃないかと、このように思っております。国田圭司君。簡単に言えば透明性を高めるためだということについては変わらないということですよね。私どもの見解についても若干述べておきたいと思うんです。で私どもは透明化とは何かと、で公共事業のいわゆる箇所付け、この場合は最終確定額の配分ということになるわけですが、その過程について政権政党なりがですね、利益誘導はしてはならないと、そして合わせてそのためには国民のチェックに供することが必要だと、これが私どもの考え方であります。その点は自民党とは明らかに違うと。でしたがってこれまでのように予算が通った後に最終確定額を発表するやり方では、その過程で政治家や官僚、政権党が関与しても国民にはわからないわけですよね。でここに利益誘導があるのではないかという疑念が生まれると、不透明ではないかということになるわけです。したがって国会でも道路予算案などの大枠はわかるけれども、個別の事業箇所の予算についてはどうするのかの審議もできない、国民のチェックもできない。したがってこの公共事業の箇所付けに至る仮配分、今回提出された途中経過をオープンにして予算審議の対象のすべきものだと考えるわけであります。で公共事業では特にダム事業などについては予算案と同時に事業ごとの予算案を示しています。先ほども馬淵さんからもありましたように、事業評価に出していることについては知っていますし、また馬淵さんは昨年の2月4日の質問の際にこのことと合わせて、いわゆる箇所付けの問題についても質問されてるんですよね。ですから私どもはこの道路でも河川でも港湾でも同じように示せばいいんじゃないかというふうに考えているわけです。そしてすでに2010年度の道路などの公共事業の予算の途中経過を仮配分として発表されたわけであります。したがって今後形のあれこれはあっても審議に供することをルール化すべきじゃないかと思っているんですが、前原さんの見解をお聞きしたい。国土交通大臣前原誠司君。基本的には考え方は同じでございます。今の委員のご意見も踏まえて我々はしっかりとした客観性、透明性、そして予算を国会でご議論いただくというのが国権の最高機関の私は役目だと思いますので、それに資するような形で、今回の反省も含めて整理をさせていただきたいと考えております。国田圭司君。しっかりこれは検討していただいてルール化したいと私も考えています。そこでね、菅さんに少し言ってなかったんですが、一つだけ質問したいんです。今述べたのはこの公共事業というのは道路事業だけではありません。で公共事業全体の問題でもあります。で全て私はオープンにこの際すべきだと。で例えば今ダムのようにですね、案として提示しているものもあります。で今回のように
途中経過を停止するという場合もある。要は最終確定額の決定に至るまでの過程をオープンにせよということなんですね。そういうことできるんじゃないかと思うんです。つまり単に同じ公共事業っていっぱいあるわけですから、それら含めて全体として最終は財務大臣の承認がいる要件があるというのは知ってますが、そういうことがあればこそ全部オープンにするということについて意見をお伺いしたいと。財務大臣菅直人君。まず一般的に予算編成においても場合によっては予算の執行過程においても、できるだけその国民がの皆さんが分かりやすいように、透明化していく、公開していくという基本的な考え方はそういう方向で、この予算が成立のうちも進めていきたいと思っております。でもご承知のようにこの過少付けに関してはこれまでのルールはいわゆる財政法上の実施計画ということで、あくまで予算成立後に、事業所管大臣が実施計画を策定して財務大臣が承認を経て決定するということですので、この基本ルールはやはり守らなければならないと思います。ただ先ほど来国交大臣あるいは副大臣が言われているように、そういう基本ルールの中でですね、どこまでどういう形なら公開できるのかは、それぞれこの基本ルールの範囲内で各所管大臣なり所管省庁で工夫をしていただくことがいいのではないかと、そのように感じております。国田圭司君。単なるそれぞれの省庁の工夫だけではなくってね、やっぱりこの機会にそういうものが透明化とは何かという根本理念をしっかり具現化していく上で、私はルール化すべきだということを改めて主張しておきたいと思います。で次にトヨタのプリウスの問題についてお聞きします。でトヨタ自動車のヨーロッパやアメリカにおけるアクセルペダルなど欠陥対応をめぐって、アメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルが、隠蔽体質で道を誤ったと厳しく批判する記事を掲載しました。それによると今年1月アクセルペダルの不具合についてリコールを実施したトヨタがアメリカ運輸当局に対し1年以上前から不具合を知っていたという点を明かして担当者の怒りを買っているということが報じられています。アメリカではトヨタへの批判が高まっています。この報道やこの事態に対しての認識を経産大臣と国交大臣に問いたいと思います。まず経産大臣の方からお願いします。経済産業大臣直島正幸君。はい、私の方からまずお答えいたします。アメリカの話はちょっと私の方からコメントをするという立場にないんで、今さまざまな報道がなされておりますが、報道等を通してそれから以前にトヨタからこういうリコールをするという報告を受けてます。その範囲でしか存じません。それからそういうことも含めて申し上げますと、まず自動車産業というのはやはり安全第一なんですね。品質の高い車を作るということが一番の生命線でありまして、トヨタをはじめ日本の自動車メーカーはですね、これまでそういう面で評価の高い車を作ってきたというふうに思っております。今回のプリウスの国内のリコールの件で申し上げますと、トヨタはですね、ユーザーからの苦情を一つ一つ精査判断してリコールの届出を行ったものというふうに認識をしておりまして、いずれにしても同社トヨタもですね、トヨタは品質管理にしっかり取り組むことを表明をされております。私の立場で申し上げれば、今後トヨタが迅速かつ真摯に対応していただき、ユーザーの安心と信頼を回復していただくと、このことが最も重要なことだというふうに思っております。前原国土交通大臣。
先般のご同僚の吉井委員にもお答えをしましたけれども、リコールそのものは私は悪いことではなくて、むしろ責任を果たすという意味ではリコールを積極的にやっていただくことは私は好ましいことだと思っています。悪いのはリコール隠し、あるいはクレーム隠しをしてですね、安全性に大きな、ユーザーの不安に陥らせるようなことをすることがいけないと。今回トヨタの副社長からですね、佐々木副社長から聞いたときにはフィーリングの問題だとか、あるいは設定の問題だという話がありましたが、ただ使っている人間がブレーキが抜けた感じがするとか、制動が遅くなるとか、これ極めて重要な指摘がされていたのに、私はユーザー視点が欠けていて君の対応ができなかったということで、大変その点が大きな問題なんだろうと思っておりますし、アメリカにおいてもですね、そういった視点での対応が遅れて、そして今のような状況に至っているんじゃないかというふうに思っております。国田君。なぜ私がそのプリウスのリコール問題について質問している最初にですね、隠蔽体質について正したかと言いますとね、そのトヨタのヨーロッパとアメリカにおけるリコール対応が極めて問題だと、そしてそのことは日本での対応の不十分と同根ではないかと思っているからであります。でさっき今述べたアメリカの新聞の2010年2月8日号では、8日付では、欧州では半年近く前にすでにアクセルペダルが元の位置に戻りにくくなる問題に対する対応策を発表していたにもかかわらず、同じ部品を使うアメリカですぐに同様の措置を取らなかったという指摘があります。そして、記事の後半で佐々木副社長の言を引き、世間に対して問題を隠蔽しようとしているのではとの印象を抱かせてしまったかもしれないが、決して隠してきたわけではないと述べたと報道しています。ですから世論の批判の前に、結果は欧州やアメリカで数百万台というものを超えるリコールを行ったわけで、先ほどありましたように自動車に安全にとって一番大事とも言うべきアクセルのに関しての対応がいずれにしても遅かったことは否めない、この事実ははっきりしているんですね。で翻って今前原大臣もリコールそのものは悪くないと、しかしリコールが多いのは私は問題だと思うんですけどね。翻って日本におけるトヨタ車プリウスのリコールに至る事実経過を確認したいと思います。皆さんに資料をお配りしているので見ていただければ幸いです。これ見ますと、この7月19日に松戸の追悼事故があった後、8月13日にこのような形で、県警から連絡があり、ポイントは8月24日国土交通本省に警察からの事故通報の入報と、事故発生原因に係る調査報告を指示したと。そして、9月24日トヨタ自動車から、国土交通省に調査報告書が提出されたと、こういう点での大筋は間違いありませんね。三日月泰蔵国土交通省大臣政務官。お答えいたします。今国対委員の方から資料に基づいて説明された事実経過は相違ございません。国田君。では次に、その私がお出しした資料の3ページ目を見てください。車両不具合調査報告書となっていまして、14の不具合の発生原因または推定原因という欄があります。ここにはお客様よりブレーキを踏んだがブレーキペダルが床までついてしまいブレーキが効かなかった
との申し出があり、ブレーキブースター作動や制動力等を確認したところ、事故による損傷以外車両側に異常は認められなかったというふうに記してあります。でひどい話だと思うんですね。私はだいたいね、ちゃんとプリウスの制動が効かないという不具合の状況が出てるじゃありませんか。でしかも中身はですね、先ほど大臣からお話あったように、ニュアンスの違いとか、なんとかのニュアンスじゃないわ、この感覚の違いとかじゃなくてね、車を運転できる人は誰でも分かるように、ブレーキペダルを踏んでずだっと最後まで行ったりすると、それはね、感覚の違いなんてなことになるはずがないんですよね。だから国交省はトヨタの報告書に何の問題もないというふうに判断をしたのですか。お答えいただきたい。三日月泰造国土交通省大臣政務官。今国対委員の方からありましたように、9月の24日にトヨタ自動車から国土交通省に対して、別紙2にありますような車両不具合調査報告書が提出されました。14番18番で車両側に異常が認められなかった、車両側に要因はないものと判断するということの見解が示されましたが、大変重要な問題だと、特に安全にとって最も大切なブレーキの不具合に関する事故並びに情報でありましたので、国土交通省として国対委員提出の資料のこの平成21年9月25日にありますように、国土交通省から独立行政法人交通安全環境研究所リコール技術検証部に対して、技術検証を依頼をしています。その技術検証はですね、この9月の25日から今年の2月にかけて、行ってまいりましたが、例えば車両に保存されております衝突直前のデータをトヨタ自動車から提出を求めてですね、例えば車速がどのように変化したとか、ブレーキペダルをどのように操作されたとかですね、そのような詳細の情報を入手をした上で調査をしてまいりました。で現在のところですね、ブレーキのこういう構造上の欠陥と不具合ということよりも、ブレーキ操作遅れによる事故であるというトヨタ自動車の見解は現時点において妥当なものであるというふうに我々は認識しております。国際君。現時点において妥当なものであるって困るんですよ。そうでないことが起こってるわけだから。ただいずれにしても今あったように、これはおかしいなと思って、検証部に検証を頼んだということですよね。それでね、その9月25日に検証部に依頼をして4ヶ月余り経過してるんですね。で自動車の不具合情報というのは国土交通省にも寄せられてホームページ上で公開しています。当然トヨタにもユーザーからの苦情が寄せられているはずです。で新型プリウスの制動装置に関する苦情の状況についてトヨタから国交省に報告がありましたか。トヨタ自動車から国交省に対してもありました。でかつ引き続きですね、今回のリコールの報告を受けて、さらにその不具合情報等が寄せられておりますので、その件についても引き続き調査をしております。国際君。そのままいつ報告ありました。三日月大臣政務官国土交通省の。2月3日ですね。国土交通省三日月大臣政務官。昨年の12月以降ですね、このブレーキが効かなくなるというユーザーの情報が相次いでトヨタにも寄せられ、合わせて国土交通省にも寄せられているという状況です。国際君。もう簡単に言ってな、そのトヨタからいつ報告が、国交省に84件という報告があったでしょ。いつ報告がありました。
三日月大臣政務官。すいません、2月の3日に長官に掲載され、その夕方国土交通省に対して、報告を受けました。国田君。だから2月の3日の夜に報告を受けたということなんですね。でそれが実はこれなんですね。その不具合発生一覧表という資料で84件 の, あの数字が載っています。でだから2月3日までずっと報告がなかったという、まあ、簡単に言えばそういうことなんですね。で84件これ見ますと、言い方はね間違ってたらあれですから、空で走っている感じ、空想感というものと制動遅れということと機器ブレーキ機器不良ということで、84件のうち不明と言っているもの31件以外は全部これなんですね。だからねこれ大変なことであるわけですね。で国交省がこのプリウスのブレーキの検証を継続している最中に、一方トヨタはこの期間にどのような対応をしていたかということで、私は、確認をトヨタにしました。でそれを国交省からいただいて、この資料の1ページ目の空に載せました。これも2月3日に以降に初めて提出されたものであります。資料を見ていただきたいんです。新型プリウスの制動装置に関連するコンピューターの設定変更についてと、平成21年12月10日設計変更指示と、1月7日部品完成と、22年1月28日同設定変更を製造ラインにおいて開始ということであります。この報告書の提出は2月3日以降であるということと、内容も間違いありませんね。今述べた、私が述べたやつは。国土交通省三日月大臣政務官。事実関係としてそうはございません。国田君。今お話しあったように苦情の累計の84件の内容も、それからこんなふうに実は直していると、まあ直しているというのはあっちの言葉で言うとバージョンアップらしいですけど、そういう報告があったのは2月3日だということなんですね。そうするとプリウスのブレーキ問題で、独立法人の機関が検証部が検証している最中で、ブレーキに対する苦情を聞きながら今日リコールせざるを得なかったコンピューターの設計変更をこっそり行っていると。でしかもその車はだいたい新しい生産からは問題ありとして、制動装置のコンピュータープログラムを手直しすると、その前の生産した車両は知らんぷりと、今ならリコールに該当する車両は販売しっぱなしと、で、サービスキャンペーンにも該当しない入れ方をこっそりやっていると、全く単にユーザーの目線が感じられないというんじゃなくて、先ほども経産大臣もありましたが、自動車にとって安全が第一だと、ブレーキの問題だと、そういう点で言うならば顧客の安全問題についての責任がはっきり言って感じられないと。要はこの一連の経過を見てみると、要はリコールにつながりかねない欠陥を自動車会社の判断によってバージョンアップと称して勝手に手直しが行われると、世論の批判を浴びればリコールすると、リコールの判断を会社の自主性に任せにしていることが最大の問題だと私は思うんですが、この間のトヨタの対応を見て大臣はそう思いませんか。前原国土交通大臣。まあ、結果として、そういうふうに多くの方々が感じられて、そして、先ほど答弁をしましたようにユーザー目線ではない形での対応が取られてきたということは、私はそういうふうに見られても仕方のないことだというふうに思います。国策君。それはね、先ほども聞いたんです。ただ私言ってるのはね、このこと命の安全に関わる問題が
目線が違うっていうのは話じゃなくて、どこに質的に問題があるかってことをこの際きちっとやらんとあかんの違うかという問題意識を持ってるわけですよね。だからいわばリコールっていう問題を、会社は今あったように、苦情はしばらく黙っておくと、でちょいとこれ調子悪いなと思って勝手に直すと、でそれも報告しないと、でこうなるとね、結局今考えてみるとリコールに匹敵するべき、リコールすべきものだったということも分かるということは、当時の判断が間違ってたということに結果になるわけですね。そうなるとそういう自主性に任せてたらダメだということがはっきりしたんじゃないかと私は思うんです。で特にね、そのこれやっぱりブレーキという問題で命に関わる 直接的な問題なんですね。したがって私は勝手な判断による形を変えたリコール隠しと言わざるを得ないと、ここに本質があるってことをね、この自主性に任せてるとこういうことが起きるという点を言ってるわけです。でそこでじゃあね、受ける側は問題なかったのかってことについて少し正したいと思うんです。で国交省は検証期間にトヨタに対して不具合情報の開示を要求したか、そして検証のための情報交換を行ったかという点について、三日月さん。国土交通省三日月大臣政務官。9月の25日に独立行政、法人交通安全環境研究所リコール技術検証部に技術検証を依頼して以降ですね、トヨタ自動車とも資料情報をやり取りしながら、この間このプリウスの安全問題構造問題について調査を継続しております。引き続きずっとやってまいりました。国策君。先ほど言ってるようにね、ただその報告の一番肝心なところは2月3日にしたと、以降にしたってことなんですよね。だからそれはやり取り全くしてないなんてことこっちも言ってないんですよ。で肝心な問題は苦情があって、しかも制度に関するものだと、でしかも制度に関するものだって分かっていて検証を受けていながら、その内容を知らせずに肝心要のところのプログラムを変えるなんてことがあっていいのかということなんですね。だからここがね、目線があるとかないとかっていう話じゃなくて、えらい問題だと私は思っているわけです。そこで私どもは三菱のリコール隠しの際もね、三菱の側からの情報提供がないということが問題になって、重大事故に関わる事案については逐次情報を求めるべきだと、肝心なところをね、靴の上から足かいてるようなんじゃなくって、ちゃんとやれよってことを当時言ったわけです。でさらにリコールに当たる欠陥があるかどうか、この点を企業の実勢に任せていたのでは、このいわゆるトヨタが言ってるように欠陥ではないと、フィット感の問題だっていうようなことになると。でそこで私は当時外部の第三者機関できちんと検証する必要があるということを当時も主張しました。で欠陥の疑いのある自動車を持ち込めば検査してくれる部署を国交省として、今お話しあった独立行政法人交通安全環境研究所の中にリコール技術検証部を作ったわけですよね。そこでその部署の体制はどうなっているか、リコール技術検証部は一体全体何人いるのかということについても聞いておきたいと思います。前原国土交通大臣。三日月大臣政務官。すいません、ちょっとお待ちください。16名で1名と6名。
すいません、大変失礼をいたしました。独立行政法人のリコール技術検証部については16名という体制でやらせていただいております。国田君。でね、16名なんです。ただね、その職員は1名で技術検証官は6名なんです。でその他の非常勤職員がいるんですね。だから、そしてトヨタの調査には1人と補佐人が1人と、要するに2人で対応しているということはもう頭で言ってくれたりして間違いないね。この点は間違いありませんね。今の、間違いないと、間違いないんです、はい。で要するにね、この今言おうとしているのはね、技術検証部16名って言ってるんだけど、その肝心要の技術検証官というのは6名だと。そしてあとは非常勤 の、 補佐を務める事務を含めた人間なんだということなんですよ。そしてこの今回のトヨタの事故に対応しているのは検証技官、検証技術検証官が1名と補佐人が1名、2人だということなんですよ、ね、たった2人でこれやってるということなんですよ。こんなね、大事な問題をこの程度の人間しか、人間ってこの方の、批判してるんちゃいますよ、たった2人でしかやれないということは大問題だって言うんですよ。大体アメリカではね、その当局が判断してリコールを指導させたなどと報道されていますし、聞くところによると50人ほどの体制でリコールに当たっていると聞くと。したがって私どもはこの体制がね、作られたのは結構だけれども、やっぱりこれほどの大問題になっているときに1名と1名じゃ無理だと、ほんまにこれね、強化せなあかんと思うんだけど、どうでしたか。前原国土交通大臣。大変建設的なご意見だと思います。それで、リコールというのは会社が届けるときと、そして、会社から情報を得てですね、会社がどうしても起きないというか、そういったときに、国土交通省として勧告ができるということがございますけれども、その情報をどのように得るかという今の仕組みと同時に、その事故の調査 の、 調査をどういうふうに、していくのかということを、今 の、 ご指摘も踏まえて改善すべきとは改善すべきだと思いますので、少し検討させていただきたいと思います。国田君。非常に大事なことだと思います。私はこの問題はね、人の命に関わることだから、こういった問題についてできて作ったことは良かったと思ってますし、ただ今の事態の対応ではね、これはやっぱりなかなか無理があると。で先ほど言ったように、その法整備も含めてこれは検討する必要あるということを改めて言っていきたいと思います。で最後に、トヨタはね、欠陥でないというし、国民は今述べたようにブレーキが効かないと、不安欠陥だと認識になるわけですよね。で最終的にはリコールとして対応せざるを得なかったと。でこれは先ほど大臣が述べたような認識論の違いということでは済まないと思うんですね。で問題は制動装置に関するコンピューターを隠れて設定変更を行って、それをバージョンアップとして実行したと。だからこれはこんなことを任せておいたらやはり大変なことになるということの私は結論だと思っています。で私は先ほども大臣が吉井議員のことを言いましたけれども、私どもはこのプリウスの問題をはじめとして、その企業の基盤としてのそういう中小企業のものづくりという問題が一つあるんですね。でもう一つはやっぱり安全が第一という点でのものづくりの精神、これがやっぱり踏まえないとあかんというところを徹底しないとね、日本のものづくりの根幹が揺らぐというふうに考えているからであります。で私はトヨタだけじゃなくてですね、ホンダや、それからホンダもですね、ヨーロッパやアメリカでリコールをしています。で大臣の発言があったからかどうかは知りませんけども、新たに、他の会社も他の車もリコールを始めています。でアメリカでは公聴会も行われると。ですからこの機会に国会での車両の安全問題の審議を行うよう私は提案したいと思います。そしてトヨタ、ホンダなどの参考人を招いての招致しての、審議を要求するものであります。委員長、どれやからお願いしたいです。はい、五国理事会において協議いたします。小草君。以上で終わります。